48% さんからありがとうございます。はーちゃんが出演する回は毎回キャサリンとゴンザレスの近況報告のコーナーがあったと思うのですが、うん、最近は元気にしておりますか？キャサリンって誰？キャサリンダイアナのことかな。ダイアナのお母さんね。ダイアナゴンザレスウィリアムっていう、うん、そうあのスザンヌさんの、うんうんリスペクトして、そう、ね、そう名前をつけて、そう、うん、ブログとかでね、うん、こう世に出す時の名前として、そう、出てるわけですが最近、はい、キャサリンさんはいかがですか？キャサリンじゃないって、ダイアナさんだって。ダイアナさん？ダイアナさんと、うん、最近何してるかな？あ、お話ししてる。お話ししてる。家族はさ、卒業についてどう思ってんの？あ、なんだ、もうじきだね、みたいな。でも、うち、重い感じないのよ。うん、そうなの？全体的に。なんか前向きに。そう、軽い感じの家族なのよ、そう。うん、その、なんだろう。あんまり真面目というよりかは、うん、なんかちょっと、面白い感じに走ると、うん、フランクな感じっていい意味で。相談とか してないの？相談？うん。なんだろう。でもなんか、卒業公演どういう風にしたらいいかなとか、ママには、そう。ママに？そう、ママに。キャサリンに？そう、キャサリンじゃない、ダイアナにね。ダイアナどういう、そう、どういう風なやつがいいかなとか、聞いたりとか。あれは、あれ、卒業決めた時とかはさ、うん、キャサリンはどんな反応だったの？もういいんじゃないってもう、それは私にそう任せてくれてる。そうキャサリンって言ったからさ、ちょっとさ、うんうん、違うよってさ、一つくれるかな。何のためのフリーだね。めんどくさくなっちゃって。スルーしちゃった。ダイアナです。ダイアナさん、ダイアナさん、そう、任せよ。ゴンザレスさんも任せてくれるから、うん、そう、それはもう全然、うん、好きなようにしたらって。そうなんだ。いいお父さん、お母さんだな。ね、いい家族だね。そうなの。じゃあ続いて、行きましょう。